センター方向に持ってきましたかね。まあやっぱり右でも隙がないですよね。マクブルーも続いた後ワンバウンドで取った。少し変化したでしょうか。ワンバウンド抑えました。秋色です。さあ序盤2点を迎えてきている今日のカープ、まさにBDに襲いかかります。まあ、清水さんもありすぎるあまりにね、肩が入りすぎてだったのかなと。高めのボール反対方向を打ち返していきました。今日も1本出しました秋広。2アウトランナー1塁です。追い込まれた中、高めのややボール気味だったかもしれませんが打っていきました。これどうでしょう。これもね、追い込まれた後の対応だったんですけど、はい、まあ、春先からの実戦を見ているとね、こう速いボールに対して、まあ、つまり差し込まれるケースすごく多かったと思うんですよね。で今のも、ポイント近めでね、差し込まれ気味ではあるんですけど、やっぱりバットの軌道がいいと思うんですよね。そこに対して年になるか、その気配が見えている。この4月反対方向流していった。さあこれはどうだ。一塁競争になってアウトになりましたが、さあどうだ。今アウトですが、原監督リクエストを要求します。さあここどうでしょうか。先ほどは少しカープサイド、ジャイアンツサイド、こういった今東京ドーム場内にも同じ映像がオーロラビジョンに流されていまして、この映像を見たときにどちらからもなかなかこういった声援が湧かない難しい判定、岡本の場面があったんですが、さあ出てきました。セーフです。